一緒に。守らなきゃ。ここに誰も通さない。そんな通せんぼ。邪魔する人を殺します。すっごいお宝持ってさ。無理だ。力を使いすぎた妖怪は心が砕けちゃう。止めるには殺すしか。エリカベ、私を守るため心まで費やしてくれた。せめて私の手で。ブンブン先生、父ちゃんの体の中から出てこい。無理だ。そんな。ごめんね。コスパしか。でもな。私、何を。ヒズナちゃん、泣いてるよ。マジかよ。ありえねえだろ、そりゃ。塗り壁、あなたなの。私が、わかるの。どうしたの。ヒズナちゃんは、ヒズナちゃんだよ。あなたは暴走してたんだよ。え？でももう平気だから。救い主様が助けてくれたから。救い主様、なんとお礼を言えばいいか。この方が私を暴走から救ってくれと。心から感謝いたします。ありがとうございます。このご恩、決して忘れません。感謝もいいけどよ、そろそろ本題を話しちゃどうだ。あ、そうだね。失礼いたしました。改めて申し上げます。この幻妖怪は今危機に瀕しております。あなた様を救い主としてお招きしたのは我が主人
滝夜叉姫の意向によるもの。まずは私と共に主人のもとへおいでくださいませ。そこで司祭を聞き、その上でご判断いただきたく存じます。ねえねえ、私のコレクションの話していい？住みたい。蔵の大きさによるけど。あの救い主様、私の暴走を止めてくれて本当に。ラグナドールバトルシステム基本編。ラグナドールのバトルではカードの数字を順番につなげることで敵に大ダメージを与えることができます。ランダムで配られる手札から素早くカードを選択し、数字をチェインさせていきましょう。基本はこれだけです。ここからは数字をつなげるためのテクニックを紹介していきます。このように数字をつなぐことができないときは、同じ数字のカードを合成することで数字を上げることができます。合成を使いこなして数字を操り、フルチェインを目指しましょう。フルチェイン。フルチェインをすることでダメージ倍率が最大にアップし、必殺技に強力な追加効果が付与されます。
続いて敵の弱点弱み玉について紹介します。敵の弱み玉に合わせた色のカードで攻撃することで弱点を破壊することができます。弱み玉をすべて破壊すると敵は一時的に行動不能になります。さらに自身の行動速度が上昇するためバトルを有利に進めることができます。弱点である弱み玉を破壊しブレイク中の敵にフルチェインで最大ダメージを与えましょう。フルチェイン。ラグナドールのバトルはソロ、マルチ両方で遊ぶことができます。マルチバトルでは常時リアルタイムでバトルが進むためスピード感あふれる戦いが楽しめます。ソロバトルでは自分が行動するまで敵は行動しないためじっくり考えてプレイすることができます。数字をチェインさせる爽快感。敵の弱点弱み玉を狙う戦略性。戦うたびにハマっていく。今までにないバトルがここに。体調はどこか痛かったりしんどくない？もしそうなら言ってね塗り壁、私がおんぶするから。ありがとう水野ちゃん。私すごく重いし気持ちいいだけ。大丈夫、すっごく頑張るから。シャシャッキーシャシャッキー。あなたの宝物は私が守ってあげる。あのさ、
感じだね。うんうん。スザクが放った怨霊どもだ。まだこんなにたくさん。救い主様、どうかご用心。あれらの声に耳を傾けてはなりません。見られさ。ありがとうよ。にしても何かおかしい。都も近いのに誰もいないの。あの私です。
かない。この気配は新手か。風に礼を言っておけよ。お前たちの危機を教えてくれたのだから。またカッコつけてる。うるさいな。そんなことより音量超深い。行くよこなき。ああ。ダイロはやめてほしいです。ありがとう、のっぺらぼう、こなき。おかげで助かった。のっぺらぼう？まさか、どこか怪我でも？ば。不意打ちにご用心。油断、それが死を招く。ありがとう。やれやれ、こんな時までいたずらかよ。いたずらは私の証。こんな時だからこそ。子泣きもまた驚かそうか。ベソかき顔割と可愛い。くくく、嫌なやつ。嫌なやつだ貴様は。まったく。謎、褒めたのに複雑なお年頃。おーやー、うるさーい。あー、また始まったやん。なんていうか問題の多い人たちですが、仲間です。一応のっぺらぼう、こなき、こちらは救い主様。なるほど、これが救い主。冷圧感じない。全然。全く。本当に救い主なの？もちろんだよ。さっきだって助けていただいたもの。私も塗り壁も。ふーん。でもこっちはそれどころじゃない。何かあったの？俺たちはな、姫様のご命令でこの辺りを見て回ってたんだ。スザクの配下が荒らすかもってことでな。だけど誰もいない。ここに来るまでも誰もいなかったよ。それだよ、嫌な予感だけが膨らんでくるぜ。避難してくれてるならいいけど。それなら手間が省ける。救い主様、そちらに誰か。はっ、しっかりしろ。くそ、ひどい怪我だ。やけどじゃない。スザクとは違う。都？都がどうした？おい！ダメ、
死んでしまった。なんだよこれ。コナキ、落ち着いて。分かってる。都へ急ごう。できるだけ早く。空ぼっこのぼっこはボッコボコにしてやんよのぼっこです。違います。お願い、頼んだ。空ぼっこのぼっこはボッコボコにしてやんよのぼっこです。違います。気持ちはわかるさ。けどな、敵はその焦りにつけ込むぜ。落ち着いて、周囲を警戒して進め。そうさ。なんかいいお宝出たかな。滝夜叉姫様、滝夜叉姫様のもとへ行かなきゃ。お前たちもみんなのこと無事だといいけど。私が心配なのは滝夜叉姫様だけ。待ってちゃん、今日も復讐なのに。バッチリきっちり銭儲け。Yeah.
なたの家に住みたい。蔵の大きさによるけど。なあ。さあ。このボッコはボッコボコにしてやんよのボッコです。違います。ねえ、城下町が見えてきました。これはジクサ、吐き気がする。急ぐぞ。やめろ、やめろよ。
見て、あそこに誰かいる。これは阿部の生命。はい、我ら妖怪を滅さんと目論む恩敵、幻妖怪にあだなす男です。このありさまは貴様か、貴様の仕業なのか。ち、反応なしか。じゃあその余裕面、俺が。が、なんだ今の音は。不可解、体動かない。宝一、歌え。これはこの世のことならず、夜叉の都の片隅の聞くも哀れな物語。一に召した輩どもが悲鳴くめいと泣きわめき、たたりエコーにあやめまう。あらおかし惚れたのし、首切り空へ行き空へ。ダメ、やめて。この体さえ動けば。それは松尾の嘆き歌、なぜに我らが死ぬるのか、生きるものこそ恨めし。いざ何時らこぞりてよう。呪え。なんだよこの声。まさか怨霊、怨霊の声だ。まさか。ああ、こりゃ殺し合いを使って人々を怨霊に変えてやがる。なんて大きい。やめろ、やめろ生命。この体さえ動けばあんなことなど。生命。この光、いざよい。動く！救い主様！これなら倒そう、生命を。うん！その前にこいつか。行くぞ相棒。何偉い？何いい子？
ぼっこのぼっこはボッコボコにしてやんよのぼっこです。違います。やっほしてみ、聞いてあげる。あなたの宝物は私が、ま、あのさ、うんうん、そんな倒したはずなのに、恨みの力が強すぎる。これも生命の力の一端か。ひどすぎる。救い主様、どうかどうかあの怨霊に救いをお与えください。どうか。やはりいざよいか。凛の気が消えていく。もう怨霊じゃない。あれは、あれは、消えた。あいつら楽になれたのか。うん、よかった。なんて気迫だ。息詰まる。あの視線、救い主様だけを見ている。貴様、いざよいか。いざよいを奏でたのか。人界がそれをなすだと。いいな。ありえぬ、ありえぬ、ありえぬ。もはやその音が響くことはない。いたずらにいざようだけのつまらぬ器物。そのはずだ、そうしたはずだ。いやしい妖怪に、汚らわしい妖怪に、いざよいを扱うことなどできぬはず。そうじゃ足りうる者はもはやおらぬはず。もういよい。知れ。
もはやいざようこともなし。救い主様、救い主様、救い主様、返事を、返事をしてください。救い主様、救い主様。おい、あいつ、まずくないか。動けるか、ノップラン。まだ、あの人生を引き継ぐ。全身、痺れてる。ナミ、偉い？ナミ、いい子？さっきの呪詛の勢いで遠くへ跳ね飛ばされていた。あっちの方角に。お、何か輝いてる。いざよい、行こう。イズナちゃん、いざよいがあれば救い主様。よかった、どこも壊れてない。え、この感じ、何か。おい、風が騒いでいる。何か変だぞ。新手の敵。いや違う、これは膝酔いの光、強くなってるよ。この光、救い主様を召喚した時と同じ。眩しい。もしかしてイザヨイを使えというの？イズナちゃん、塗り壁、私やってみる。この子が手伝うってそう言ってくれてるみたい。待って、イズナちゃん。塗り壁、この方がいなかったら私ここにいられなかった。
だからイズナちゃん、私も。うん、イズナ、塗り壁、何するつもりだ。差し上げるの、私たちの陽の木を救い主様に。なんだと、まさか自分の命を削る気。デーグイザヨイ、どうか救い主様へ届けてください。私たちの息吹、陽の木を救い主様。これくらいしかございません。痛いところはないですか？お怪我はありませんね。信じられねえ、本当に命を引っ張り戻しやがった。ありがとう、あなたのおかげで救えました。よく見たらその服、救い主様のに似てるね。どなたなんでしょう？あの、お名前は？あれれ、どこ、ここ？うお、誰ですか？これは非常事態！あの、まずは落ち着いてください。落ち着く。うん、分かった、落ち着こう。冷静に。私はマキナ、可愛いマキナちゃん。それから、私はどこのマキナなんでしょう？そう言われても記憶がない。そうかも。いざよいに呼ばれたのか、もしかして。とすると、もう一人の救い主様なのかな。何これ、尺八ってやつ？イザヨイは何も反応しませんね。どうして？わけがわからないな。まあいい、生命は去った、救い主は蘇った、なら姫様のもとへ行かなければ。簡単でいいな、お前。文句あるの？泣かそうか？ふん、俺だって戻るつもりだ。ええ、滝夜叉姫様のもとへ急ぎましょう。何はともあれそこからです。よくわからないけど私もついてく。わけわからないまま放り出されても困るし。あなたも同じとこから来たかもしれないんだよね。とりあえずよろしく。あなたの家に住みたい。蔵の大きさによるけど。やれやれね。だから
ど問題ありません。邪魔だ。回復した方が良くね。回復しましょう。邪魔だ。私らの邪魔すると受けるんですけど。そこまで。ねえ、イズナちゃん、ここって本当に私、なんていうか異世界なの？はいはい、ここは天皇界、人間界から隠れる妖怪の世界です。成長してるにゃ。ねえねえ、お宝持ってない？はあ、うんうん、一緒に宝探しに行こう。山みたいに大きい。あれはガシャドクロ。滝夜叉姫様の忠実なしもべがどうして。この冷圧、まるで大嵐だ。姫様、滝夜叉姫様はどこ。やるよ。えいや、シャシャシャ、奪われ。助けに来たわけじゃないの。シャシャ、バッチリきっちり手に儲け。
来た。ですよね。銭儲けのことは忘れて、本当は二人でのびのび過ごしたいにゃ。知ら外に出る。